ん、こんにちは。いつもお出かけは車でなんですけど、なんと今日はザ・台湾なじゃじゃーん、オートバイで出かけようと思います。いつもと一味違う旅へレッツゴー。所以你要载我吗？没有，我没有驾照，我不会骑。今日は出た時間が遅かったので、直接9分の民宿に行って晩ご飯を食べに行きます。今道のりの半分のところの、ルエファンの麓の東屋で休憩しています。出発してから40分ぐらいですかね。さっき写真を撮ったりコンビニに寄ったりとかして道草させてました。台湾のオートバイ文化はとても進んでいて、いろんな種類がありますし、座り心地もとてもいいんですけど、ただ台湾の道は日本のよりかはちょっとだけ凸凹が多いので、そこだけ注意してください。一人でだといいんですけど、特に後ろに乗せられている人はちょっとお尻が痛くなっちゃうので、今休憩タイムです。やってきたのは山と海が見えるオーシャンビューのお部屋。わー綺麗、でも遅すぎました。あー、お腹ペコペコ。まずはちょっと腹ごしらえしないと。ちょっと早速出かけたいと思います。わー、実は今回9分に泊まるのは初めてです。今まで泊まってきた民宿は結構パッと見でわかるんですけど、今回のは本当に外観が一般のお家みたいで、最初見つからなくてびっくりしました。わあ、すごいいい雰囲気。やっぱり9分といえばこの提灯ですよね。しかもここ私の大好きなゆうやんが売ってある。後で絶対食べよう。ねえ、おまんまるで可愛いね。他好圆的一个，好可爱。顔なし。じゃじゃーん、ほっかほっかで美味しそう。台湾の観光名所や山奥の料理屋さんによくあるオンニャオチーです。鶏の鴨焼き、台湾ではとってもポピュラーな食べ物なんです。とっても美味しいですよこれ。で、あとは、キャベツと、あとハマグリですね。早速いただきたいと思います。いただきます。このえ、私もいろんなところでオンヤオチーを食べてきたんですけど、ここのは1時間かけてじっくり焼き上げるんで、本当に皮がパリッパリで格別に美味しかったです。本当に超おすすめです。1時間かかるので、来る前にまず電話で調理をまずお願いするのがおすすめです。あと、一緒に頼んだハマグリの炒め物も意外にも美味しくてびっくりしました。その炒め具合が炒めすぎず生をちょっと残した感じが、すごい炒め具合が絶妙で、日本人好みの味で本当にもう美味しかったです。ここのお店はいつもはこう見晴らしのすごいいいところなんですけど、今日はちょっと霧がすごくてぼやけててよく見えないんですけど、でもこれもまた逆にちょっと神秘的で、いつもと違った雰囲気でいいですよね。九分は海を望む山間にある小さな町で、かつては金鉱採掘が盛んに行われたことで有名ですよね。自分も今9時なんで、こんな夜遅くまで九分にいるのは初めてで、こんなに静かだとは思いませんでした。本当に人気がない九分も普段の賑やかな感じとは違って、すごいしっぽりした感じで、私こういう雰囲気すごい好きです。いい雰囲気。
あ、ただちょっと残念なのが山はよく見えるんですけど、あそこの海まだちょっと霧がすごくてあまり見えないですね。うん、でもいい眺め。日本の朝ごはんにお漬物があるように、台湾の朝ごはんはだいたいこの3つがあります。このローソンっていうものと、甘い大豆でできたものと、このミエンチンっていうものにおかゆがだいたいあります。じゃあいただきます。わあ、私が台湾に来た頃から大好きなゆいえん、絶対食べなきゃ。九份は半分もの面が海に面しているので、たくさんのレストランや民宿から海を眺めることができます。そして九份に来たらやっぱり外せないのがこれ、ゆいえん。ここのは本当に格別美味しくて、普通の、タロイモとさつまいも味の他にもこの抹茶味もあるんですよ。いただきます。うん、美味しい。あ、でもやっぱり九份は山なので霧と雨には要注意です。九份バイバイ、いざ次のスポットへ。今回も思う存分九份を満喫できました。今から次のスポットに向かうんですけど、だいたい25分ぐらいです。レッツゴー。わー、着きました。ここは新北市平溪区石山瀑布っていう滝の名所です。ここの特徴はカーテン型の滝になっていて、その滝の中でも台湾で一番幅が広い滝の一つとして知られています。また北アメリカのナイアガラの滝に似ていることから、台湾のナイアガラっていう名称もあるんですよ。わあ、さっき霧がすごかったけど今日見れるかな、楽しみ楽しみ。わあ、この釣り場所を渡ってあと奥までもうちょっと歩いたら滝が見えます。おー、大きい滝の前にちっちゃい滝発見。長いレール、ここにも列車が来るんだ。わー、すごい数のリボン。ここは祈願のパワースポットとしても有名なんですよ。その名の通り、スーファンは10なので、中国語で円満の意味があって縁起がいいんですよ。わー、すごい絶景。自分もスーファン方法を初めて来たんですけど、圧巻ですね。わー、すごい、もう大自然のパワーを感じます。わー、綺麗、癒されますね。外も暗くなってきたので、そろそろ台北に帰りたいと思います。わあ、9分から平景、平景から木柵まで来ました。今回私たちは一泊しましたが、行ったところは全然弾丸でも行けるので、9分に行ったついでに滝を見に行くのもとてもおすすめです。私の家から9分までは55キロあるんですけど、台湾は縦長の地形なので海に行くにも山に行くにもとっても便利です。市から離れようとすれば気軽に行けちゃいます。ちなみに車でだと50分、オートバイだと1時間20分、公共交通機関だと2時間20分もかかってしまい、なんと自転車でも同じ2時間20分なんです。もし都市以外の場所を公共交通機関で行くものなら、外国の方にはちょっとハードルが高いですし、時間もそれなりにかかってしまいます。オートバイなら行く過程も楽しいですし、時間もそんなにかかりません。オートバイは台湾を代表する文化の一つであり、運転中もその場所の、空気、温度、匂い、湿度などを体で体感することができるのも魅力の一つです。もちろん天気がいい方がいいですが、今回初めてオートバイでプチ旅をしてみましたが、本当に楽しかったので、自分もオートバイの免許を取ってみようかなと思ったぐらいでした。かれこれ台湾生活も10年以上経ちますが、オートバイの免許を今後の台湾生活の次の目標にしようかなと思います。ではでは、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。
もし動画を楽しんでくれた方はぜひぜひ高評価グッドボタンをお願いします。コメントもお待ちしております。他のジャンルの動画もありますのでぜひぜひそちらもチェックしてみてください。あと登録もぜひお願いします。 Facebook と Instagram でも毎日中国語と日本語で投稿しておりますのでそちらの方もフォローお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。